バンクシーは誰なのかっていうことに関しては現代アート界のネズミ小僧です。月が綺麗ですねって多分文字通り受け取ると思うんですよね。みたいな。バンクシーが何を最終的にやりたいのかっていうことに対して考えてみたいと思います。それでですね、バンクシーにの作品に対して東京大学文学部の三浦俊彦教授は、彼の絵は美術作品としては大したものではない、だが他のアーティストに比べて著しい売り込み能力があると述べています。バンクシーの匿名性、違法性、企画力を指摘されているんですけど、優れたプロモーター能力を評価しています。対して美術作品としてはとりわけ造形的な手法が用いられているとは思えないし、絵というよりもイラストと呼ぶべきノスタルジーを感じさせる作風というふうに述べています。ネズミは元ネタがありますし、赤い風船も、ルバルーン風樹から取られているだろうと思われるし、独創的なイメージを算出しているっていうよりも既存のイメージからあの要するにコントラストというか相反する価値を一つの絵にぶつけさせる、それでショックを与える。しかしその方法がポップでキャッチーだから、すごく今の現代の慣習に対して訴えかけるようなものを作っているっていうことは言えると思います。じゃあなんでバンクシーがそう薄いのかっていうことに関してですけど、それはミニッツメイドだからですよね。その切り抜いたステンシルでその瞬終われる前にやんなきゃいけないので、時間をかけたくないわけではなくって、時間物理的に時間がかけられないんですよね。で、最初に冒頭に言ったようにバンクシーはもともと地質なので、結構その書き上げる前に追われちゃうっていうことでステンシルに転向してますから、その手法でじっくり鑑賞に耐えうるアートっていう作れっていう方が無理なんじゃないのかなと思ってて、じゃあどんなものが深いのかっていうと、こういう感じですよね。単純にこれ深いですよね。こういうものがステンシルって本当に切り抜いた型紙さえあれば1分足らずで出てきちゃうので、それがこれだってこんな1分でできるわけないじゃないですか。これがだからこういうものが深いっていうんだったら、それは薄くならざるを得ない、そういう風な手法で作っているから。しかし誰もが素早く理解できるようなキャッチーさが必然的にグラフィティの場合には生まれて、そのキャッチーさを反転させるようなカウンターパンチを意表をついてっていうことで、美術に詳しく造形がない人にも訴えかけるものっていうことですよね。そういう風な戦略なので、薄いのはしょうがないんだろうなと思います。てか薄くならざるを得ないっていう。で、このカタログにではですね、神秘性、エステティックなところはあんまりないんじゃないの、訴えかけるものはないというか書いてありましたけど、やっぱり他のグラビティにはない、やっぱりじっくり見せれる何かが存在すると思ってて、それはある種の簡潔さなんですよね。そのグラフィティの色彩豊かにバーって書くんじゃなくって、言いたいことを素早くバッて出すっていうところのスピード感っていうものが特徴です。ここにですね、ちょっと一回前回だいぶ初期の方に取り上げたジュリー・メフレッツさんがまたあるんですけど、要するにメフレッツさんも特にアイデンティティのところも含めて、集団的意識や社会的な声の代弁、まあ、特に出陣も含めて代弁するような絵を描いているんですけど、作風が全く違うんですよね。これと、まあ、要するに抑圧されている人たちやその集団的意識っていうものも含めて描いているんですけれど、作風が全く違う。そのグラフィティに影響は受けているんだけれど、全然その違う。で、これがまあファインアート出身でグラフィティにインスパイアされている作家の一人だと、絵画で。しかも世界的に有名です。で、他にですね、このマーク・ブラッドフォードもマーチャントポスターということで、すごく厚みがあるような、なんて言うんだろう、要するに凝縮した絵を描いているんですよね、ポスター。多分これも商業的なポスターを
モチーフにした、まあ、これで何が言いたいかというと、抽象具象も含めて同じ同時代の空気を吸って生きていても同じポリティカルな絵でも全然違う風な、もうこれはまあ非常に多様性だとは思うんですけど、マーク・ブラッドフォードだったり、あのジュリー・メフレテュさんっていうのは基本的にファインアートでの作家なんですよ、アーティストなので、美術界隈で美術界が取り上げるっていう風なあの知られ方なんですけれど、バンクシーの場合はやっぱり初めに知るのがメディアの報道、今だとバンクシーはインスタグラムやってますから、インスタグラムで知る、まあでもインスタグラムで知るってことはもうバンクシーのこと知ってるってことだから、ですね、やっぱりどこに書くかっていう主戦場が美術以外でバンクシーはやっているがゆえに、ストリートでやっているがゆえに、いや美術界とチャンネリングがちょっと違うんですよね。だからそこがすごく面白いなとは思います。その同じ空気を吸ってポリティカルな絵って言っても全然違うものが出てしまう、アウトプットが違うから報道のされ方も違うし、認知される層も違うっていうところがすごく面白いなと思います。で、じゃあバンクシーは次にかっこ、なんでかっこいいのか熱狂するのか、はい、引き続き、夜が明けてしまいましたけど、引き続きこちらの本を含めてバンクシーについて喋っていきます。なぜかっこいいのか、ね、人が人が熱狂するのかっていう、かっこいい要因っていうのをちょっと言ってみたいんですけれど、あの現代の潮流を鋭敏なアンテナでキャッチして、波乗りをするようなポップな身振りでまったりと革新犯的に作品を発表しているっていうところですよね。そしてこれ結構あれだと思うんですけど、そのインスタグラムでそうやってバンクシーの犯行現場を見ることで、見てる視聴者もワクワクの共犯意識が醸成されるっていうところが一つあると思います。あとはダークヒーローというか、悪ぶってて実は優しいっていうところもすごく魅力的で、なんてかっていうと、なんかいい人っぽい人がいいことやってもなんかそれは当たり前じゃんっていう風な認識になるんだけど、悪い人がいいことをするとなんかおおって人は驚くっていう風な習性があるらしいので、そういうところもあります。あとはまあそうですね、まあバッドガイがいいことをやるから喝采が起きる、でちょっと強盗っぽいっていうか、未だに泥棒的な、そのなんていうかな、人目を忍んで何かをやるっていうことに対してのロマンティシズムみたいなのもあって、それは何だろう、イギリスだったら、ロックストック&トゥースモーキングバレルっていう映画が、いまだに今これ21世紀で泥棒とかどうなのっていう感じですけどありますし、オーシャンズイレブン、トゥエルブとかありますよね。だから泥棒へのロマンティシズムみたいなのは映画でやっぱヒーロー的に、いや本当にやっちゃいけないことをやる、あえてやる、あっと言わせてほしいっていう、そういうところはあると思ってて、バンクシーはそういう意味ではなんていうかな、正義泥棒みたいなところがあります。まあそれで言うと、なんだっけ、ロビンフッドとかも弓の名手なんですけど、貴族や裕福の家からお金を巻き上げて貧しい人に分け与えている、そして周囲の人に慕われるっていうところで言うと、そのこの本でもロビ20現代のロビンフッドって言ってたように、そういう部分もあるんだろう、その貧しい人に分け与えるために泥棒という家業をやっているっていう、正義泥棒ですよね。で日本でもネズミ小僧っていう泥棒がいて、まあ本当は結構博打とかしてた、そのお金の生計のためにやってたらしいんですけど、そういう感じで貧しき人に恵みを与えるダークヒーローっていう風なことは一つあるのかなっていう風には思います。はい、全然ブレイクタイムではないブレイクタイムです。その現代のロビンフッドとして評されているんですけど、悪代官や横暴なノルマン貴族、僧侶から金品を奪い貧者に分け与えたと知られるイギリスの伝説的な英雄です。対して日本の、ネズミ小僧は一般的に義賊として知られる武家屋敷だけを狙い、音もなく屋根から侵入し金品だけを盗み、決して人に手をかけない、
そして盗んだ金銭を貧乏人の家に投げ込むというまさに庶民のヒーローだということになっています。この貧乏人の家に投げ込むっていうのもすごいですけどまあ、実際にこれはあのいい方に言い伝えられて、ネズミ小僧はもうちょっと悪かったっていう、ちょっと博打とかやってて金が足りなくなったら盗みに入るみたいなことなんですけど、まあ、人が潜在的に、思い描くあのヒーロー像、ダークヒーロー像みたいなところでこういう、伝説というか香典ができてきて、そういう人物が作り上げられたっていうことです。どの政府グループや圧力団体にも属さず、一番無視されている、侮辱されている、凌辱されている人たちの立場に立って発表しているということで、ほぼもうだから寓話に近い存在になりつつある。で、やっぱりやっていることがいわゆる反抗って言われますけど、やっぱり良心が垣間見えるあの作品、その作品の提示の仕方っていうので、今の世知辛い世の中にきらめきを与える存在になっているっていうことですよね。引き狼を演じていますけど、まあ、基本的にいろんな人があの彼を慕ってサポートをしているんだと思います。そうですね、世界市民の趣向を反映したシンプルな政治メッセージ、グラフィティを書いているところで、イメージの分かりやすさは僕が思うにその迎合しているところもあるんですけれど、おそらくバンクシーが届けたいメッセージの層が世界大衆という認識を僕はちょっと持ってて、そういう意味において彼のイメージはポピュリズムに乗っかってブランディングで名を成そうっていうよりも、名を成して何をしたいのかっていうところでちゃんとやりたいことがあるっていう印象は思いますね。その自分のためだけの、自分の名声のためだけになんか騒ぎを起こしているわけじゃないっていうところがすごく好感が持てる。だからポップなんだけど、同時にオーディエンスを挑発するような、あのなんていうかな、作品もあるっていうことですよね。で、まあ、直感的にかっこいいというふうに思うんですけど、かっこいいって実際何なんでしょうね。本当に永遠の謎ですよね、クールネスっていうのは。だって僕だってあのシンクタンクってブランのジャケット見た時に、だからもう3分ぐらい見ましたもんね。そのこれ裏表紙もあって、裏は子供があの母親がいてこうやってやってるんだけど、授乳できんちゃんみたいな、ヘルメットあったらみたいな感じなんですけど、で表紙だってキスもできないって、ここも逆張りなんですよね。キスをしたいのに宇宙服でコツンっていうあの萌えアニメがありましたけど、あの感じでやっぱりなんかよ欲しているんだけどそれができないっていう、その逆説がやっぱり心の金銭に触れるっていう風な図像で、あともう一つは後ろの背面がのこのグレーの感じがすごくいいんですよね。多分これジャケットだからすぐにあの多分スタジオで制作されたんだと思いますけど、ちょっとのこの傷みたいなところも含めてすごく見出せる、あの背面もうまく使っている、いい絵だと思います。絵として僕は好きです。そうですね、あとはあとは行動主義ってことですね。バンクシーはもう直接行動なんですよね。入念に周到に計画はするんだけれど、やるときはガッてやるっていう、そういう行動で、メッセージの文字もまあ本当に練られた完結の極みだと思ってて、そもそもストリートでダイレクトにキャンバスとかではなくって、もう誰の目にも触れるストリートで発表しているっていう直接性も含めて、そういうダイレクトさっていうところがかっこいいって言われている理由だと、ゆえんだと思います。そして時代がその SNS、 特にインスタグラムを視聴者と投稿者っていうものを直接つなぐコミュニケーションツールっていうのがもう2000年代から2010年代にかけてどんどん上がってきているので、そうやって時代がどんどんダイレクトに、悪く言えば植物的になっている感はありますけど、そういう状況なんだろうということに思います。で、
多くの人はですね、やっぱね、よりダイレクトな意思表示をしていることを期待していると思うんですよ。It's not a pleasure craft. The Louise Michel is a Banksy-funded rescue boat. It plies the Mediterranean Sea between Libya and Italy. It's operated by a German organization called Sea Watch, and it's on the lookout for people fleeing North Africa for Europe.Those refugees and migrants are typically in flimsy rafts or boats. Thousands attempt the journey every year, and many die attempting the passage. Rescue ships like the Louise Michel intercept those refugee boats and bring their passengers to safer craft.